はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーレジャーってことな。土方歳三ワンパンできるデッキは出来上がったんで、アーカイブに残していきたいと思うってことで、今回使うリーダーはスセドナ。そいつはな、メイン光闇属性が各3体以上いる場合、メイン属性のみデッキ内全員の HP 180、アタック260、ってことでリーダーじゃ。そして、ワンパンさせるには、ゼロツー、こやつと、カノン忍、ブランコ&シェリー、あとはタゼットとか、そこら辺のキャラクターたちが来てくれないとワンパンが厳しい感じとなく、あとはステージの言葉、ビーというステージじゃないと、7文字が作れない感じなんでね。よし、来た。よし、そしたら、し、はい。来なかったな。これでも一応シールドは割れるんじゃが、ワンパンは厳しい感じだ。もう大分とか異分子という言葉さえ作れば、真ん中ブガースーパーシールドやったら割れます。いや、惜しいな。はい、さあ何回目でワンパンいけるだろうか。お、これはこやつが来てくれてんな。あと、お、この部だったらこれを部にして、で、はい、そっちにして、携帯分、あ、一緒、来た。これでちょっと他の位置のとこは、シールド持ってなくて全然大丈夫なんで、デバフ2体。よし、いけた。もうダジェットとシェリーとあれじゃな、カヌー忍が揃ってれば02じゃなくてもワンパンいけたの。まあ、こんな感じじゃ。結構あと盤面と、手札次第じゃな。もう結構なので、まあその盤面になるまでリセットしながらやる感じでやれば、ワンパンいけると思うので、なので、カノン忍、このシェリー、そしてダジェット、は、持ってたら入れてやってみるといいよ。そして、あ、ゼロツーな。ゼロツーも持ってたら。ゼロ、もしくは、もしかしたら、この、これじゃなくて、こっちを、部として入れて、ゼロツー、カノン忍、タゼット。でも、ワンパンいけるかもしれん。なので、まあ、一応持ってたら、今もな。やってみてはいかがだろうか。では今回はここまで。大魔王オーマーレイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。